い、案の定別日となりましたので最初じゃあ引き出していこうかな。おい、5回目の強姦の時の、そう、神田直の行動で判断するしかない。おまわりさんはずっと瓦礫をどけてたから何もわからないんだ。神田は特に何も、ぼんやりうろうろしていただけです。カンナ、なぜ喋ろうとしないんだ。まだやめとこうか。誰か3人の行動を見てたやつはいないぜよ。俺が気絶なんてしてなけりゃ。勝者の間でずっとパソコンをいじってたよ。信じてくれるかな。目の前にはもしもしボックスもあったよ。どう思うサラさん。ソウさんの話をまともに取り合っちゃダメだ。階段にいるナオと途中までは一緒にいたぜ。途中で私は瓦礫で塞がった出口を見に行った。何度見ても絶望的な状況だったよ。その間にナオがどんな行動をしてたのかはわからない。私は階段に座ってずっとこれまでのことを思い出してました。脱出の希望が消えてしまって、私は立ち上がることもできませんでした。全部正直に話してます。サラさん、どうか私を。僕、他に出口がないかずっと一人で探索してたにゃ。三人の姿は見てないにゃ。ごめんわ。そういえば探索中に何かを見つけたと言ってなかったか。いや、階段のところにスマートフォンが落ちてたわ。何？でも電話も繋がらなかったし、脱出には何の意味もなかったにゃ。なるほど。階段のところにスマートフォンが落ちていた。問い詰めるか？問い詰めるの、カンナちゃんにしか問い詰めることできないよな。問い詰めてみようか。何か隠してないか、カンナ。え？そういえばあの時、カンナの姿だけ見なかった気がするんだ。そうなのよね。本当はどこにいたんだ？それは、落とし物探してたんです。落とし物？なるほど。これで、間違った、アイテムじゃないです。討論で、リンク、カンナちゃん。カンナ、落とし物ってスマートフォンのことか。どうしてそれを。やっぱり、おそらくそのスマホはカンナの最初の試練の部屋で見つかったあのスマホだ。銀、どこでそれを拾ったか教えてくれ。階段をだいぶ降りたところに落ちてたにゃ。あれあれ、みんなで階段を上がった時に落としちゃったんじゃない？なるほど、そうじゃない。カンナをかばってるんですか？うん、カンナちゃんをかばってるんじゃないかな、ソウ君は。カンナをかばってるんですか、ソウさん。僕が？カンナを？思い出してください。階段を上がるとき、ソウさんとカンナは先頭を歩いていました。スマホを落としたら、みんな気づくはずなんですよ。つまり、これを落としたのは出口まで登った後。カンナは階段を降りていく途中落としたんです。何のために降りた？なぜ隠そうとしたんだ、カンナ。それは、サラ姉ちゃん、このスマホ何か文章が書いてあるにゃ。ああ、それはカンナの姉が。あれ？これは違う文章か？もう泣いちゃう。ありがとう。大好き、お姉ちゃん。今度はカンナがお姉ちゃんを守る番。
それがカンナの償いだから。これって。返してください。待ってくれ。これはカンナが書いたのか？カンナちゃんのお姉ちゃんは、すでに亡くなっている。もしかして、この文章のお姉ちゃんは。そんな。私のことか。まさか、そうなのか。カンナ、この、お姉ちゃんは、私、なのか。はい。変ですよね。こんなの。でも、カンナは、カンナにとっては、君は、それほどまでにサラちゃんを。はい。ねえ、カンナちゃん。サラちゃんの身代わりを交換したのは、君なんじゃないの？君は、勝者の間のもしもしボックスを使わずに、3階まで戻ってきて交換をしたんだ。おい！それじゃあ、まるでカンナは、サラを守るために、身代わりを奪ったって言うんかじゃん！そんなことって、ありえない。いや、あっちゃダメなんだ！否定してくれ！カンナ！くだらない推理だね。そんなの全然。いいえ、全部合ってます。バカ！何も言うな！5回目の交換は、カンナが行いました。もう、真実は、隠せませんね。カンナ！カンナが、本当に、私を守るために、自分を犠牲にして、身代わりを、最悪な、結末ぜよ！自己犠牲なんて、カンナ！そう。君はどこかで察してたんじゃないか。だから、カンナちゃんへ投票させようとしていた。うるさい！それしか、カンナちゃんの生き残る道はないから。僕は！待ってください！カンナの話を、よく聞いてもらえますか？進展。5回目の交換で、カンナは自分のカードとサラさんのカードを入れ替えました。そうだよね。これさ、ここの部分前回のパートとくっつけて投稿するつもりだったんだけどさ。ちょっとこんなところで区切れないですよ。なんで前回のパートちょっと短いかもしれないですけど、私はこのパートそのまま続けていこうと思います。カンナちゃん、お話聞かせてくれるかい？脱出がもうできないって知ってから、どうしたらいいのかわからなくなって、スマホを見たんです。
お姉ちゃんの言葉を見ると、心が落ち着きました。そして、何もできない自分が嫌になりました。これまでずっと、カンナは裏切り続けました。お姉ちゃんも、みんなを、サラさんも、ソウさんが、サラさんに身代わりを送ったことは、なんとなく気づいてました。カンナは、難しい交換の話はよくわかりません。誰が誰になって、推理もできません。それでも、一つだけ、確信がありました。サラさんは優しいから、きっと誰にも身代わりを交換できないって。カンナ。カンナは、カンナは、サラさんを、死なせたくなかった！それに、ソウさんを、人殺しにさせたくなかった！そんなの、自分が死ぬより、辛いと思ったんです。だから交換したんです！自分の平民と、サラさんの身代わりを！カンナ。でも。カミングアウト。平民。え？手元に来たカードは、平民でした。何を言ってるんだ。どういうことぜよ、カンナ！ソウさんのハッキングか。カンナにも、わからないんです。確かにサラさんのカードを交換したはずなのに、身代わりじゃなかった。ありえない。カンナは何を言ってるんだ。全部本当なんです。信じてください。とにかく話し合ってみるしかない。カンナの発言について。進展。僕はバケツ女は信じられないわ。嘘をついて混乱させようとしているんだにゃ。つうか、カンナが交換する相手を間違えただけなんじゃねえか。特殊な事態が起きて役職が消滅したとかありえないかな。電子機器ってのは信用できねえ。パッドのエラーか何かで交換に手違いが起きたんだ。まさか、ソウさんが役職カードそのものをハッキングしたのでは。わからない。何を信じたら。今おまわりさんたちに心の真実までは見抜けない。なら、客観的事実を見つけ出すしかないかもね。事実を。セーブします。いやー、ここでハッキングに繋がってきちゃうのか。ソウさんがやっぱり役職消滅させてたんだ。身代わりという役職を。でもそれが暴かれちゃったら、ソウさんは死ぬことになっちゃうよね。それって認めちゃダメなんじゃないの？でもそしたら誰が犠牲になるんだっていう話だし。どう、なるの？え、私はどうしたらいいの？引き出そうか。じゃあ。ソウのハッキング、あれが役職データに影響を及ぼしたとか、証明する証拠でもあれば納得できるんだけどね。もしもしボックスの仕組みはわからねえけど、電話口で交換相手を伝えるだけならミスは起こるぜ。ですが、私の身代わりは確かに移動してるんです。カンナのミスじゃねえって言うなら、フロアマスターがわざと交換先を変えたとかな。ガシューが交換先を
そういや、メインゲーム開始前、フレミーのやつがガシューの不正がどうとか言ってなかったぜよ。あ、ガシューの不正か。なるほど。ソウさんはほとんど何も言わない。考えが読めない。ありえねえ話じゃねえだろ、サラ。むちゃくちゃな意見かもしれませんが、ソウさんは最後の時間、勝者の間でパソコンをいじってたんですよね。その時、役職カードのデータをハッキングしたんじゃないでしょうか。そんなこと、可能なのか。だって、不正を起こせるとしたら、ソウさんしかいないじゃないですか。不正を起こせる人。あ、なるほど、キュー太郎さんとナオちゃんをぶつけるのかな。今までだって、ずっと裏切られてきたにゃん。陰キャよりよっぽど信用ならないわ。負けつ女を信じちゃダメにゃん、サラ姉ちゃん。サラちゃんにカンナちゃんはもう嘘はつかないと思う。信じたい、私は。ここまで来たらもう信じたい。あった。一つの可能性が。ソウさんのハッキングとは別の可能性。確実に行われたもう一つの不正。フロアマスター、ガシューの不正。え？なんだって？メインゲーム前のホエミーの言葉を思い出してください。ガシュー聞いてるか？貴様、大変なことをしてくれたな。貴様は、明らかな不正を犯した。メインゲームの根っこを揺るがす、大きな不正。それほど大きな不正なのに、これまで全く実態が見えませんでした。そして今、私たちを悩ませる不可解なカードの動き。この問題こそ、ガシューの不正ではないでしょうか。ガンナを信じるなら、それしかないぜよ。ジジイがカードの動きを操作したってことかよ。でもそんなの、フロアマスターさんにとって何のメリットがあるんですか？それは、わからない。メリットはない。何らかのメリットがある。わからない。わかりません。私たちは、フロアマスターの目的を知らない。逆に言えば、ガシューにメリットがあれば、不正を起こす理由になる。誰に身代わりを移動させたのか、わかるかも。的外れの推理ですな。こんなことに時間を使ってよろしいのですかな？ガシュ。不正をしていないと言うなら、約束しろ。はい。フロアマスターの規約を、私は知っている。もし、私たちがお前の不正を暴けば、このメインゲームはノーカウントだ。24時間後に、再度仕切り直しを要求する。うん。何でも知っておいでですね。さすが地動院サラ様。約束も何も、私は規約通り役目を遂行するのみにございます。うわ、マジでよ。24時間あれば、脱出の計画だって立て直せるぜ。でも、いいのですかな？証明できなければ、他の推理をする時間がなくなるだけですが。大丈夫。私たちが紡ぎ出した新たな可能性。この仮説は、ガシューへ向けてのものじゃない。ソウさん、真実を話してください。もう一つの可能性は、ソウさんが役職カードをハッキングしたかどうかです。この真相が分かれば、私たちは戦える。全員で力を合わせて、延命を勝ち取るんです。カンナ。はい。
当に君は、身代わりを持っていないの？大丈夫です。カンナは本当に、身代わりを持ってません。そっか。僕は、役職カードにアクセスしていない。ハッキングなんて、していないんだ。ソウさん、これが、嘘偽りない真実だよ。サラさん、いいかい、こうなったら騙し合いはやめだ。僕らの手で、カシューの不正を暴く。望むところです。これは運命の転換点。疑心暗鬼に囚われていれば、決してたどり着けなかった道。全員が信頼し合い、誘拐犯と真っ向勝負する道だ。力を合わせて、ガシューの不正を暴くんだ。進展。CM もかっこいいし、背景も変わったし、なんだこれは熱すぎる。カード交換の不正、ガシューに何らかのメリットがあったんだ。殺したい人間に身代わりが行くように仕向けたんじゃねえか。逆にガシューには死なせたくない人間がいたとは考えられねえか。残された手がかりに答えはないのでしょうか。根本的な問題だけど、そもそも身代わりは誰の手にも渡ってないんじゃないかな。そこなんだよね。誰の手にも渡ってない可能性はちょっと結構前から私多分言ってたと思うんだけど、どうなんだ一体。さあみんなの話聞いていこうか。ガシューの不正とは身代わりを消滅させることだった。まあまずありえない話だけど可能性の一つだ。ああ、俺はボパペペ。まずありえない話だけど、可能性の一つだよ。ガシューとホエミーの対立は何か奇妙だからね。うん。残された手がかりに答えはないのでしょうか。これまで見た証拠品の中で不正に関係するものはないんでしょうか。そんなものあるのか。あるかもしれない。あればカンナに突きつければいい。なければカンナにないと伝えればいいさ。オッケー。逆にガシューには死なせたくない人間がいたとは考えられねえか。身代わりを持った人間は高い確率で死んじまう。だからガシューは不正を働いたぜよ。あいつは死なせたくないから身代わりを他の奴へ移動させちまえってな。そのあいつというのは決まってる。本来なら最終的に身代わりを持ってたはずの人物、カンナぜよ。うん。カード交換の不正、ガシューに何らかのメリットがあったんだ。まさかと思うけど、実はガシューが味方だったとか。不正を暴かせてメインゲームに終止符を打つ存在になりたがってたとか。そんな話ありえないか。殺したい人間に身代わりが行くように仕向けたんじゃねえか。ジジイはこの中の誰かを憎んでるんだ。不正をしてでも身代わりを持たせてメインゲームで殺そうとしてやがるんだよ。ですが一体誰を。そんなの脱出計画を企ててフロアマスターのメンツを潰したあいつに決まってる。ハッキングを企てた、そうだ。はー、ちょっと考えましょうか。いや考えてみたけど、ここで討論させる意味もないし、アイテムも特にないと思うんだよね。ないならないと言えばいいって言ってるもんね。ないでいいのかな。ちょっと言ってみるか。いや証拠品には何も。そうですよね、全ての証拠品について話し合いましたし、議論に出ていない新たな証拠品が出ない限りは手がかりなんて。まだ使われていない証拠品か。
まだ使われていない証拠品？これか？電子パッド使った、スタンガン使った、犠牲者のビデオ使った、1回監視カメラのデータ使ったから、これしかないかな。私これは多分サラちゃんしか知らないもんね。これか？どうだ？これだ！よし、オッケー！これまで使われていない手がかりなんて、この名簿しかない。あ、なんだか見覚えがありますが、僕が一階で見つけた破れた紙にそっくりだにゃ！ただ、こんなものが何の役に。なぜそんなものを？あら、ガシューがいきなり慌て出しましたな。どうしました、ガシューさん。その澄ましたお顔はどこに行ったんですか？汗がたくさん出てますね。え？ホエミーか！やつめ、内部資料を参加者へ渡すなんて！内部資料だって。ガシュー、一体この名簿は何なんだ？何でしょうね。こっちが名簿の意味を分かっていないことを察したか。よくやったよ、サラちゃん。え？今ガシューは出現をした。ビビったんだよ、君に。何のことやら。内部資料って言ったね。とぼけ方はカイの方がよっぽどうまいね。一体この紙がどんな意味を持つのか見当もつかない。だけど謎を解く価値はある。時間がねえぜよ。この名簿の怪しい部分を徹底的に話し合うんだ。進展。四枚綴りの紙で一枚につき四人ずつ名前が載ってますね。俺たちの名前の他に聞いたこともねえ名前が結構載ってるぜ。あれ、この名簿名前順ではないみたいですね。ちょっと待って、参加者の中に名前が載ってない人がいるよね。名簿、何か思い出しそうにゃ。名簿を詳しく確認したくなったらおまわりさんに言ってね。一緒に見てみよう。はい、ということで今日はこれくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。これは熱い展開ですよ。マジで、マジでこのまま、カンナちゃん死んじゃうかと思った。いやでもどうなんだろう、ちょっと希望が見えるとさ、絶望が怖くなるんよ。絶望があると分かってたら、まあ絶望、そりゃ怖いんだけど、まだちょっと覚悟はできるのね。なんだけど、一回ちょっとさ、生き残れる、その、延命できるかもって思うとさ、ちょっと、怖くならん？また突き落とされるの。だから私は祈ることしかできない。頼むよ。ということでまた次回に続きます。おつぴよでーす。